最後に6番ゲートへと6番のブルーアロー誘導を受けます風はほとんどありません佐賀競馬場6番ブルーアロー今収まってゲートイン完了スタートしましたきれいに揃いましたまず2番ラビータエベラ出るか外押して押して6番のブルーアローですがまずは2番ラビータエベラが出ました向こう正面中間 6番ブルーアロー1馬身差2番手2馬身いて1番、アエノブライアン3番手になりました2馬身差3番、大吉誉レその後ろは3馬身切れて4番、リネンファッションさらに3馬身差5番、3エクスプレスが最高峰6頭がバラバラの展開で3コーナーを回って34コーナー中間。 2番ラビータ・エベラが先頭で1馬身半リード6番ブルーアロー2番手その後2馬身3馬身1番、アエノブライアンさらに3馬身差3番、大吉誉れ。その2馬身後ろ4番、リネンファッションで3馬身差5番、スリーエクスプレス最高峰ですホームストレートスタンド前2番のラビータ・エベラのペースリードは2馬身やや外6番のブルーアロー2番手ですそして2馬身差ゴール盤を過ぎて1番、アエノブライアン3番手 その後は三馬ンがいています。三番・大吉穂まで前から四頭目、一コーナー・カーブ、一馬ン反差。四番・リレン・ファッションは後方から二頭目、二馬ンがいて、五番のスリー。エクスプレスが最高峰。前から後ろまで十馬ンぐらいの対列。二コーナー回ります。二番・ラビエ。 ダイベラのペースは変わりませんリード1馬身、エア差を詰めて6番のブルーアロー2番手その後さあジョッキーを促して1番のアエノブライアン3番手から2番手先頭へと並んでいってこの3頭後続を6馬身、7馬身離しています4番リレンファッション離れた4番手その後三馬身切れて3番大吉誉誉後退5番のスリーエクスプレス最後方から追い上げてさあ前は34コーナー中間400切りました。 一気に1番、アエノブライアンが先頭に代わって1馬身1馬身半6番、ブルーアロー2番手4馬身切れて2番、ラビータ・エベラ3番手に後退さらに3馬身差4番、リレンファッション4番手で直線に入って200を切りました1番、アエノブライアン先頭1馬身のリード食い下がる6番、ブルーアローそのまた大きく離れて2番、ラビータ・エベラと4番、リレンファッション3着争いアエノブライアン、ゴール快勝でした。 2着、6番ブルーアローその後大きく離れて4番、リネンファッション最後3着に上がっています2番、ラビー・タエベラかわされて4着向こう上面で仕掛けた山口功騎手1番、アエノブライアン早め先頭楽々押し切って重傷初制覇